はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語パート7第7弾やっていきます。で、今回はね、また動詞この10個やっていきますので、まあ、ここでねテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。で、今回ですね、一番最後にちょっと勉強法に、まあ、この動画を使ったね勉強法について少しだけ喋ろうと思ってますので、まあ、もしよかったらねその辺も聞いてみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まだね、動詞10個なんですが、まず1つ目、ASK ですね。これで ASK と言います。ASK。で、ASK は、あえてね、ひらがなで書きますね。これ、尋ねるなんです。で、なんでこれひらがなであえて書いたかっていうと、尋ねるって、これ書くとね、何かを質問するっていうのと、場所を訪れる、まあ、尋ねるっていう方とちょっと間違う子がいるんですけど、この尋ねる、ASK は、質問する方。なので、自分は質問するって覚えさせちゃいますよ、生徒には。でもね、参考書とか教科書は尋ねるが多いんでね、こっちで書いたんですけど、マスクは質問するって意味の尋ねるです。で、過去と過去分詞。これはね、規則動詞なので、ED をつけるだけで OK です。で、次は Watch ですね、Watch。で、これは、まあ、テレビを見るときとかなんかに使います。Watch TV とかで、ね。だから見るとこうなります。で、ワッチもよいしょ、これも規則動詞なんで ED をつけるだけで OK です。で、次がキャッチです。キャッチで、これはまあスポーツとかでボールをキャッチするとかで、まあ使いますけど、まあそんな意味になります。なので、まあ捕まえるとか、まあボールとかだったら取るとかね、まあ、キャッチするって意味で全然構わないんですけど、そういった意味で使います。で、これは不規則動詞なので形が変わります。で、発音しない GH グループに入ると。で、キャッチが最初 CA から始まるので、その CA で U が来て GHT ですね。これでコートと言います。キャッチ、コート、コート、過去形、過去分詞両方同じです。まあ、形がちょっと変わりますけど、これでコートと言います。で、次が、ジョインです。ジョイン。で、ジョインは、主に何かに参加するときに使います。参加する、ジョインですね。で、ジョインは規則動詞なので、ED をつけるだけで OK です。で、次が、リーブです。発音、リーブ。で、リーブは、去る。なので、まあ、出発するとかで使うときもあるんですけど、ある場所を去る、まあ、いなくなることだね、ときに使うのがリーブです。で、これは形が変わります。ただ、過去形、過去分詞、両方同じなので、これ、レフトと言います。リーブ、レフト、レフト。これが過去形、過去分詞。では、右側行きましょう。6番があれでトークです。A が来るんで立って行きたくなるんですけど、トークと言います。トーク。で、トークは、まあ、テレビ番組とかで、トーク番組なんて言うじゃないですか。それのトークです。つまり、話す。話す番組のこと、トーク番組って言いますけど、まあ、そこから来てるね。で、トーク。で、これも、規則動詞なので、ED をつけるだけで OK です。で、次が、sing です。sing。で、sing は、歌うですね。まあ、歌を歌うとかに使う、歌う。で、これ、過去形、過去分詞がちょっと混ざりやすいんで気をつけてください。見た目はすごく簡単なんです。ここの、I が変わるだけなの、両方とも。で、過去形が、A になります。sang と言います、sang。で、過去分詞が、U になります。で、sang となります。あんまりね、音的に違いがね、感じないかもしれないんですけど、U っていうのは、あっていう跳ねる音をよく使うので、サング。これちょっとサングって伸ばす感じ。シング、サング、サングっていう感じですね。で、次がフォールです。フォール。で、これもね、ファって行きたくなるんですけど、フォール。で、意味が、落ちるです。フォールで落ちる。で、これも過去形と過去分詞が違います。まず過去形。A の部分が E に変わって Fair です。Fair。
で、過去分詞は元々のフォール、これに en がくっついてフォーランと言います。フォーラン、これが過去形過去分詞で、次ちょっと発音気をつけてください。これ最後の b、 これ発音しません。で、クライムと言います。これでクライム、だから b がブとか発音したくなるんですけど、あそこ無視なのでクライムです。で、意味が、まあ、山とかに登るときに使います。登るです。で、これは規則動詞なので ed をつけるだけで OK です。で、まあ、興味ない方は全然ね、無視してもらって構わないんですけど、アーティストでヒルクライムっていうね、方がいらっしゃいますけど、あの方はヒルが丘なんですよね。で、クライムが登るで、丘に登るってとこが確か来てると。テレビかね、なんか YouTube の動画で見た気がするんですけど、まあ、そこの音ですね。ただ、ヒルクライムさんは、ラテンかなんかの綴りなので、クライムの部分が、英語ちょっと違うんですけど、綴りが。まあ、ただ、音としては、ヒルクライムから、ね、もしファンの方とかね、興味ある方がいれば、そこで、まあ、音を覚えてもらってもいいかなと思います。で、最後、ビジットですね。ビジット。で、これが、まあ、これをね、尋ねるって、書いてるところもあるんですけど、これちょっと被るので、これ、訪れる方です。だからよく、尋ねるってあるんですが、こっちは質問する方。ask はね、人に質問するときに使うのが ask、尋ねる。まあ、質問する。で、visit は、訪れる。場所に訪問するというか、訪れるときに使う尋ねる方で使います。で、これ、過去形、過去分詞。これも規則動詞なんで、ed つけるだけで OK です。といった感じで、今回そんな感じとなります。で、最初にも言ったように、ちょっとね、勉強の仕方というか、まあね、なんだろう、頭の片隅に置いといてほしいことを喋ろうと思うんですが、どうしようかな、消してから喋ると、あれか、最後10秒だけ消すって言ってるんで、ちょっと残しながら喋りますね。この英語をね、今、これ、まあ、きっかけ英単語シリーズ、第7弾まで来ましたけど、こう見てくれてる方、特にまあ、英語が苦手でっていう方もいらっしゃると思うんですが、英語って、まあ、意味こうやってやってるじゃないですか。で、俺がよく口で言ってるように、結構意味が複雑というか、これだけじゃないことがたくさんあるんです。例えば、ある単語、まあ、like を使うか、例えで。ちょっと後で消すね。以前動画で like ってやりました。これ好きっていう風にね、やったんですけど、これ実はもう一個大事な意味があって、ほにゃららのようなって意味があるんです。like に。で、例えば、like をね、好きって頑張って覚えましたと。で、どっかのテスト出てきた時に、like、あ、出てきた、好きだと思ったら、え？って、ほにゃららのような、何？せっかく覚えたのに使えないじゃんっていう風な経験がたくさん出てくる、英語っていうのは。で、例えば、得意な子とか、あまり苦手意識がない方っていうのは、あ、なんだ、こういう意味はあるんだね、ふーんって吸収できるんですけど、例えば、すごく苦手な子。もちろんこれ、英語だけじゃないですよ。他の科目もそうなんですが、苦手な科目とかを頑張って覚えたのに、それが使えなかったっていう経験をすると、頑張ったことが全部無意味に感じてしまうんですよね。で、これって勉強にとってすごいマイナスで、すっげえモチベーション下がるんです、それによって。ってなってしまうんですが、で、英語って、ある、まあ、段階というか、あるレベルまで行くと、そういう経験がなくなってくるんですけど、でもこうやって最初のね、ほんと苦手って時は、そういった経験がすごいね、足かせというか、こうね、デメリットになっていく。けど、英語をやっていく中ですごいこういう風に思っててほしいことがあって、まあ、これが今回伝えたいことなんですけど、今回ね、まあ一番メインになる、こうやって意味を覚えてもらってるじゃないですか。今回これでも70個終わりましたけど、で、例えばさっきもlikeを例えに出すんだったら、みんなが好きって覚えてくれたlikeを。で、それで正解なんだよ。一番出てくるから。でも、たまたまテストとか問題集やった時に、好きじゃなくてこの意味が載ってたと。そしたら、なんだよって思うんじゃなくって、あ、like って、好き以外に、ほにゃららのようなって意味もあるんだって。その、この単語の意味を一個付け加えた時点で、みんなのレベルが一個上がったわけなんだよ。よっしゃって、一個足せたって。そういうふうに、ポジティブに思ってほしいんです。英語ってのはさっき言ったように、意味がたくさんあるので、単語には。これで覚えてたのに違う意味だったんだっていうことがたくさん出てきます。でも、メインになる意味を頑張って今覚えてるんだから、そこに付け足して意味を足していく。それがレベル上がることになりますので、これからもしね、まあ、受験勉強、特に受験生の方なんかは、たくさん出てきます、そういう経験。他の科目でもそうですけど。
でもできないこととか知らなかったことに出会えた時にそれを吸収すればレベルが上がるとね、一個前に進んでるんだっていう風に思ってもらえたらと思って、今回ねこれを喋らせていただきました。ごめん、ちょっと喋りすぎちゃったけど、まあこんな感じでね思ってもらえたらと思います。じゃあ最後ね、消しながらちょっとね挨拶をしていこうと思うんですが、で、次回もですね、また動詞です。ちょっとね、動詞しつこいよって思う方もいるかもしれないんですが、もうちょっと動詞やっていきますので、ね、よかったらそちらもお付き合いください。で、動詞の後何しますかっていうのはね、コメント欄にいただいてたんですが、一応ですね、助動詞を、まあ、1本分ぐらいね、まとめてやってみようかなと思っております。で、その後には、形容詞、名詞どっちにかちょっと迷ってるんですけど、おそらく形容詞とか、まあ、そっちに飛ぶかなと。はい。まだ決定してないんでね、わからないんですが、ひとまず、動詞がね、すごく大事になりますので、それをやっていきます。よいしょ。こうやってね、喋る尺と消すのがね、合わないっていう感じになっちゃいましたけど。はい。という感じで、今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。では、またね、よかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。